はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。炎王獣ガネーシャです。本日なんですが、ですね、炎王デッキですね、これ作ってきたんですよ、新しく。これなんでかっていうと、新パックのね、炎舞天気っていう、まあ、このカードがございまして、これ何回使うんだって感じなんだけど、めっちゃ強いのよこのカード。これなんか OCG の方ではね、制限カードだっけに指定されたこともあるレベル感の強い、めっちゃ強いカードなんですけど、発動時の効果処理として重心移速レベル4以下のモンスターを手札に加えることができる。つまりですね、まあ、ガネーシャとか、バロンとかを加えることができるわけですよね。でこれ何がって言うと、やっぱガネーシャとかが加わるのが強くて、これ所定の安定感増したんですよね、非常にね。で今日はこの炎王をサーチしてきて、でガネーシャで制圧していくっていう、でさらに、ガルドニックスでぶっ壊していくっていう、そういうねデッキを作ってきました。でですね、ちょっとね、入れたいカードを結構全部入れたら、なんかねデッキがね太っちゃったんですよね。なんでかっていうと、炎舞天気っていうカードを入れる関係上、なんかデッキが厚くなっちゃうんですよね。で炎王って結構盤面がガラキになることが多くて、まあ、例えばこいつを除去された後とか、まあ、こいつでぶっ破した後、こいつがバウンされた後とか、なんかね結構、まあ、盤面がガラキになっちゃうことが多いんですよ。だからその時に防御札が絶対いるんですね。例えば、まあ、カイトロイドとか、まあ、ベイルとか、あと、まあ、波紋のマリア、ウェルボスとか、こういうカード入ってるんですけど、こういうカードも入れなきゃいけないんで、なんかね太っちゃったんですよね、デッキが。だから補足したら補足したで防御薄くなるし、厚くしたら厚くしたで初動札引きにくくなるしみたいな感じで、ちょっと難しいんだけど、なんだかんだこのぐらいの枚数が安定的に動けるような気がしたんで、僕はこのぐらいの構築に収まりましたね。ちょっとこの、ね、枚数はね皆さんもね微調整を頼むわ。で防御札としてはカイトロイドと、ベイルと月のショット波紋ですね。でこれで、しっかりと防御を固めて、ガルドニクスと、まあ、ガネーシャで攻めていくと。で炎舞天気で重戦士サーチできるんで、ウルフバーグピン刺ししてて、でこれでね重戦移速モンスターを、特殊召喚できるんですよ、墓地から。でエクシーズができるんで、ランク4のエクシーズとか、を入れているっていう、倉庫がね入ってるのがポイントで、こいつを出して、で炎舞をサーチするっていうこともできるし、これ意外とねこうね効果強いんですよ。これ相手ターンの終了時まで、全ての効果モンスターの効果が無効化されますよっていう効果を持ってるんですよ。例えばね、なんかトラミッドとか、ああいうモンスターをね、ぶん殴るときとかね、意外と使えたりするんだよね。だから、結構ね、2枚ぐらい入れてもいいかなと思ってて、これ2枚入ってます。でね、ホープレイを入れようとしたんだけど、ちょっと枠が難しくて、これエメラルと倉庫1枚ずつ抜いて、ホープレイとかはあるかもしれないけど、あんまりやんなかったんだよね、ランク戦程度では。もしかしたら、環境的には入れた方がいいのかもしれないけど、だから、ホープレイを入れるんだったら、僕は全然使わなかったから抜いちゃったけど、ホープレイを入れるんだったら、こことここを抜いて入るとかはあるかもしれないね。で、プレインコーとかね、ハーピーデッキにめっちゃ強いんで、これ同盟モンスターぶっ壊せるんですよ。で、しかも同盟モンスターの召喚特殊召喚とかできないとかいう話があるんで、これめっちゃ強いから、これは1枚入れといた方がいいですね。はい。っていう、そういうデッキです。で、スキルはディスティードローにしていて、好きなカードを引いてこれる。まあ、これ引いてこれるのも強いですよね。英語の吸収でガルドニクスを特殊ができるっていう。それが強い。っていう感じで入ってます。はい。というわけで、早速ね、天気かける遠洋デッキ回していきましょう。デュエル、スタンバイ。デッキめっちゃ太っちゃったけど、すげえ連勝できてるから、別にいいやって感じだわ。あ、まあ、これはまあ結構強いな。天気を、あ、そう。なんか、デッキ厚くするとさ、ちょうどよく手札に来るっていうのはない。20枚にするとめっちゃ被るからさ、意外とさこのぐらいのデッキ枚数が正解説っていうのないかな、実は。デュエル、まあでもあれですけどね、厚くしたら厚くしたらキーカードがね引きづらくなるっていうのはありますよねっていうのがありますけれども、なんかねデッキ枚数意外とこのぐらいでもね回るから、別になんかいいかなと思ってる。こんだけサーチカードがね、強いサーチカードがもらったんで、炎舞天気っていうね、なんで全然ありかなと僕は思っているんですが、そしてガネーシャが1900になるってもちょっと強いですね、普通に。まあ、あんまり今環境にいませんけど、ウィンダとかをぶん殴ったら、普通に破壊して効果無効にできたりするんで、ガネーシャはあれなんですよ、モンスター効果何でも止めれるんですよね、一回。手札のかフィールド上に炎属性モンスターがいないといけないんですけども、炎属性をぶっ壊すと相手のモンスターを無効にできるっていう効果を持ってるんで、どんな大体モンスターの効果でも無効にできますね。カイトロイドとかフリーボールとかも無効にできますし、
結構強いですね。ダメージ程度も使えますから、はい、なんでこの効果は非常に強いんだが、シンプルにぶん殴られるっていうのが結構意外ときつい。オノペオッケー。さあ結構頑張って考えたっぽいですね。このガネーシャを突破するにはどうしたいんだろうみたいな。ガガガボルト、あーまあそれはしゃあないか。これはねシンプルにね引かれてたらきついって話だね。これバロン出していかない。バロンは出さないと死んじゃうな。バロンは出さないと死んじゃうわ。でこうして立て、はい、で1900強い。ね意外とこのガネーシャ棒たちは結構辛いデッキが多くて、初動ね結構モンスター効果で展開してくるデッキ多いですからね。ああなるほどですね。まあランク6立ってるんだったらまあ月の章かな。まあ月の章していいですね。月章して破壊されるんだったら別にいいか。破壊されて円を吸収打ってって感じだから、ねこれ月書するかどうかはちょっと迷うな。月書するかどうか迷う。シンプルにぶん殴ってくる。ぶん殴ってはくるんだろうな多分な。どうすんだろうこれ。でもこれまあ多分まあトレミスか、まあ、バウンサーかどっちか出してくると思うんだけども、裏にするかはちょっと出てきたモンスターで考えるって感じですかね。ぶっ倒しがいのあるやつを見ると燃えてくるぜ考えてんね。ああ難しいんだろうね。オノマトって結構展開するカードいっぱいあるから。まずい まずいぜ。このままだと勝ち目はない。オノマトランス OK。 ドドロドロと、キット戻して、何を持ってくんでしょうか。まあ、とりあえず番長は確定かな。番長とヘッドとかですかね。番長ヘッドみたいな感じかな。ズバ番長と、はい、と誰、アシスター。なるほど、召喚権も使ったよな。番長はいいわ。はいはいはい、オッケー。番長はいい、番長はいい、番長はいい。あー6を2体並べたいと思うな。シスター、はい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 、オッケーです。で、それで6にして、トレミスでバウンスして、で、番長で、オノマトを釣っ、釣っていきたいってことか。はいはい、オッケー、了解。トレミスね、了解した。まあバウンスされても別にいいですよ。はい、OK です。で、それバウンスされました。で、ここで突き勝って、こいつを裏側にすればいいですね。そうすると、手札シスターなんで展開はもうできないと。2700を食らわせるかどうかって感じですね。で、開始のターンで僕は吸収を打ってガルドニクスを、ぶち込んでいくと。そう、これディスティニドのいいところは相手が殴れないってことなんですよね。これが強い。で、吸収効果でガルドニクスで分からせていくと。はい、モンスターを特殊召喚。でだ、バロンも召喚していいか。別に召喚して持ってくるのはいいもんな。ここだ。こうしてモンスターを攻撃表示で召喚。バトルする必要性あんまねえ。ターンエンド。で、俺のターン。ガルドニクスが蘇ってきて全てを吹き飛ばす。全てを無に消す。ドラン。効果発動。ベール引いたのは強いな。はい、シーサー OK です。はい、 OK です。さあどうするんだろう。これ手札3枚からワンキルできるのかな。でもうすでにカックってウィンド入ってないのか。自分フィール。あーなるほど。番長ね。はい、番長からのあれか、オノマトペアとするか。はいはい、 OK。 これでワンキルできると思ったら大間違いだ。はい、 OK です。で6し、しエクシーズしてあれですかね、もう一回トレミス2枚入ってなくね。バウンサーか。バウンサーちょっとめんどくさいなバウンサーちょっとめんどくさいが2800。バウンサーめんどくせえな。どないしよう。まあでも一応あれか、次バロンのほうからなんか持ってこれるのか。ソロプレイか。モンスター効果発動。それ一番出しちゃダメだぞ。ソードブレイカーは一番出しちゃダメだぞ。それ多分それね、やっちゃうとガガガ立ったんでしょ。それぶん殴って、あ、まあそれとか戦闘界。じゃあなんでそっち出した。それオートストリックバウンサーでよくね。これはバロン飛んでくるよりもガネーシャの方が強いか。さすがにガネーシャかな。バロンである必要あるか。ないな。多分これガネーシャだ。そんな考えて、そんな考えて、そんな展開しかできない。
さあお相手の方、さあアスカヒラノ選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。あーいいですね。ハンドは非常にいい。はい、どうぞパリス。おヒーロー来た懐かしいね。ヒーローもうあんまりいないっすよね、環境にね。パリスで、インクリース、はいどうぞ。でインクリース、リリース、ヤーズですか。あーエアーマンもいる、なるほど。風男の効果によってヒーローを手段加えていく。さあおよそ結構強そうなハンドではある。でしかもディアボリック捨ててる、結構理想ハンドっぽいな相手。エアーマンね、はいはい、オッケーです。でセット、なるほど。マスクかエンドフェイズ、ちょっと光るかどうかだけども、光るかどうかはクリックなところで、あー意味ないんだよな、これコズミックサイクロンかもしれないしな、わかんねえんだよな。とりあえず吸収するわ。さあ炎王吸収の効果によって俺は最強のモンスター炎王獣ガルドニクスを特殊召喚するで、そしてこのモンスターは、エンドフェイズになんか破壊されるっていうことを思ってる。5000パンチだけ警戒しよう。5000パンチマンだけです、あのワンパンマンだけ警戒しよう。コズミックですかね。コズミックかマスクか、ちょっと結構いろんな問題はあるんだけど、セフセしていいのかな。エアマンだったらマスクだったら2枚戻されるのか。マスクだったら2枚戻されるけど、一応ベイルがいるから大丈夫かだし、ガルドニクスは相手のフィールドプッパするんで、まあそんなにやばいことは起きなそうで、テルダエアーマンでしょ、了解した。で、ここをぶん殴ってマスク使われるんだったらまあいいし、コズミックで抜かれるんだったら別にいいし。この瞬間、ああはいはいはい、マスク OK です。速攻魔法よ、そっちね、はいはい OK です。で、バロンの打点を下げてくるやつ、まあ別にバロンはね、どっちにしてもどっか行くんで、次のスタンバイフェーズにそんなに変わんないっす。はいで、はい OK です。てかそれだったら普通にこれ立ててよかったな。てか俺なんでこれガルドニクス汚れ出したんだろう。まあいいやどっちにしても破壊されるからいいですね。はいはいはい OK です。でもう一枚戻してくる感じですか、なるほど。でこれでワンキル取れるんだったら取ってこようみたいな感じか。 OK いいだろう。さあ防御弾を2枚戻すことができた、それは強い。そして墓地のガルドニクスの効果発動、ワンパンマンは警戒して横を出すね。ワンパンマンケア。さあどうするヒーロー。手札は、エアーマンと何かですね。エアーマンと何かで、インクリースあるんでバイオンは特殊召喚どっかできると思う。はい、エアー効果 でディアボリックが墓地に落ちてるといったところ、つまり墓地からディアボリックが湧いてくることはできる。あやべえモンスター出てくる。やべえモンスター出てくるって、やべえモンスター来る。でインクリース、やばい、あのモンスターはやべえ。まあ突き押しあるかなとかなるか。でバイオン、はいはい、でバイオン効果、ね、デッキからまあディバインガイかなんかですかね、ディバインガイ落として、でまあ適当なモンスター、そうですね、で適当なモンスター除外して融合サーチしてくるディアボリック界効果で、ディアボリック出てくる、3体リリースしてブルーディート、やっべ強え、最強か。はいはい、でバイオン効果でまあファリスからかな、はい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 、で除外して融合持ってくる、で3体リリース、でブルーディー、あいつ強すぎるって、僕の鳥吸収するのやめよう。ギャース、ギャース、助けて。僕のガルドニクスちゃんが。これ殴ってくるのかな。殴ってこねえかさすがに。あ、融合の使い手？なるほど。でもそれハンド、はいはい。伏せ融合でしょそれ。伏せ融合なことバレてんだけど。それ2枚融合だろ。それはバレバレだぞ。あんな殴んないよね。ドロー。ウルフバーグ。バロンの効果で、まあじゃあ普通に吸収持ってきて、あれ融合ですよねだって。え勝ちじゃないですか。なんでブラック2枚打つあいつ。バレるだろそれはどう考えても。俺ちゃんと見せたぞ。でガルドニックス特殊召喚でいいか。ガルドニックス特殊召喚。あれさ、裏側にしてさ、あの装備から離れたら破壊された扱いになるのかな。なんでか、カード1枚セット
動する前に、レベル4いるから、ウルフバーグ召喚して、ウルフバーグ効果で、墓地のレベル4のバロンを蘇生して、でこれで墓地効果止めながら、あ違うわちゃうわこれ Z シーンでました。こっちで勝ちや、レベル4とレベル4で、オーバーエンタグ構築エクセス召喚 Z リシンで、あの2枚融合なんで、2枚ともあの2枚両方とも融合なんでいやそれ伏せる意味あった？バレるだろどう考えても、除去されるかもしんないんだから伏せなくていいだろそれ。なんでこっち伏せたんだよ、モノバレルってやつですね。そして最終的に切断をすると、もうランク戦おしまいやこんな環境おしまいや。さあお相手の方、ゾウのうんちくんよろしくお願いします。デュエル3番デュエルだゾウのうちくん、行くぜゾウのうちくん。俺は炎武天気を発動、炎武天気の効果によって獣戦遺族モンスターを手札に加えることができるぜ。俺は獣戦士熱血戦士ウルフバーグを手札に加えるぜ。そしてガネーシャを召喚、ターンを終了するぜ。さあかかってこい城之内くん。何無損がいいだろこれ。てかさ、月の書が辛すぎるんですよね、ガネーシャに。魔法発動ブラックシップディール何よしモンスターを特殊召喚、あやばい、ドレッドのドラッグが来た。まずいぞ、あいつは貫通能力を持っている。あれこれワンチャン俺死ぬなこれワンチャン死ぬぞ、あ死にそう、やばい貫通されてしまったの、やばいうわうわクリボールやめていてぇクリボール持ってないやつは本当に遊戯をやってる仕組みないわ本当に。